こんにちは。11月3日、日本株投資戦略レポートをお届けします。楽天証券久保田です。今日の内容ですけども、利回り4.2%手作り後配投利回りファンドの作り方という内容でお話しいたします。まあ、投資信託などで後配投利回り株ファンドというのもよくありますけれども、そうではなくて、自分で個別銘柄を買って、事実上手作りで 後配当利回りファンドを作ってしまうというやり方ですね。え、私あの投資顧問会社でいろいろな投資信託の運用なんかもやってきましたし、後配当利回りファンドというのは例えば100億円で作るって言ったらその大体作り方っていうのは分かっています。で、そのまあエッセンスを詰め込んだような形で。 300万円とか120万円で作るやり方というのを今日お話ししたいというふうに思いますなお今日のレポート内容を評価していただければぜひチャンネル登録お願いいたしますいいねボタンもお願いいたしますじゃあまず作り方なんですけども戦略に名前がついてて ダウの犬といいう名前がついていますねこれはのニューヨークダウを使って後輩と利回りファンドを作る作り方として1980年代ではちょっと古いですけどもアメリカで有名になったことのある戦略ですけどもそれを今日本株に応用するととてもうまく機能するんじゃないかというふうに私は考えていますじゃあそのまずそのダウの犬というアメリカで行われた戦略について説明させていただきます まあここ、書いてある通りですけど、まず最初ですね、ニューヨークダウ、太陽銘柄っていうのは30銘柄しかないんですけども、アメリカに上場している時価総額の、まあ、主に大きい方から30位、ぴったりそうではないんですけども、それに近いようなもので、大型株で組まれているポートポリオです。で、これを配当利回りの予想配当利回りの高い順にこう並べるんですね。 で並べてこう30銘柄のうちの10銘柄、配当利回りの高い上位10銘柄を選んで、それに等金額で投資するんですね。ですから、まあ、なるべく同じ金額になるようにということですから、全体を100としたら10%ずつ10銘柄に投資するという形です。で、これを買って保有するんですけども、1年経ったらリバランスするんですね。1年経つと、配当金を増やしたり減らしたり。 それから株価が上がると、配当利回り下がりますからね。株価が下がると、配当利回り高くなります。まあ、そんなようなことで、配当利回りがいろいろ変わってくるんで、1年後にリバランスします。どういうリバランスするかというと、1年後にもう1回、ニューヨークダウを30銘柄を、配当利回りの上位から並べるんですね。そうすると、上位10銘柄、入れ替わりがあるはずですよ。1年前にやった銘柄のうち、配当利回り上位 10から外れた銘柄を売却して、新規に入ってきた銘柄を購入するという入れ替えを1年間後にやると、1年間はほったらかしておいて何もしない、1年後に1回だけこうリバランスする、これを何年も1年ごとにリバランスを繰り返していくと、ニューヨークダウを上回るパフォーマンスになることが多かったということから、ダウの犬戦略はアメリカで一時有名になったということですね。 でこれを日本株に応用するって言ったらどういうふうにしたらいいかということなんですけども日本株東証一部で時価総額が大きい上位30銘柄というとトピックスコア30に採用されている30銘柄で、まあ、同じようなことをすればダウの犬戦略とほぼ似たようなことができるんじゃないかと。 で私はあの今、アメリカ株でこれやってもそんなにうまくいかない、アメリカはもう、配当より自社株買いを重視する企業が多くて、しかも、まあ割安株というよりは成長株の魅力がアメリカの株の方は大きくなってきているということから、今、アメリカでそんなにこの戦略やっても面白いとは思わないんですけども、日本株だったらば、今ぴったり、成長性はやや低いんだけれども、非常に割安度が高くて、配当利回りが高い、財務内容がいい。 収益基盤もそこそこ硬いという銘柄が、まあ、トピックスコア30に多いんで、これを日本株に応用してみようと。で、早速コア30ですね、配当利回りの高い上位10銘柄をピックアップした、これは11月1日時点で、えー、やったらこうなるということですけども、まず上位5銘柄がこちらに出てますので、これ見ていただきたいんですけど、1位は武田薬品。 予想配当、予想配当りが5.5%、これはあの1株当たりの配当金、2022年3月期の会社予想が180円ですから、それを11月1日の株価3252円で割ったのが5.5%ということで、11月1日時点で予想配当、利回り 5. 5ですそこからまあメガ銀行が3つ並びますね。 三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループ、三菱 UFJ フィナンシャルグループといったところが並んで、その後大手総合商社、三菱商事が来ます。これが上位5名柄ですね。続いて6位から10位ですけども、KDDI、東京海上、NTT、三井物産、本田技研というふうに並びます。こういった銘柄でポートフリオを組んでみるということですけども。 今、この10銘柄、当金額10%ずつ投資するということは、ちょっとこのできないんですけども、なるべく小さな金額で、なるべく当金額になるようにというふうに作ったのがこちらですね、100株ずつ買って、三菱 UFJ だけ400株買ってますけども、合わせると303万円ということで、まあ、約300万円で利回り4.1%のポートフォリオが来ます。 300万円ってまとまったお金なかなかお持ちじゃない方も多いと思いますけれどももしお持ちでしたらばこれを買って長期に。 保有するという戦略もいいんじゃないかというふうに思います。まあ、あのいろいろリバランスしてもいいんですけども、まあ、リバランスしないで、これをただ長期でバイアンドホールドっていう戦略もありうるんではないかと思います。ただ、これはまあ、ある意味、ダウの犬投資戦略というものを応用して機械的に作ったポートフォリオなんで、ちょっとその、同じ業種の銘柄がいっぱいあったり、 まあ必ずしも勧めし,しない銘柄も含まれていたりするので、これがそのまま都市推奨というわけではないんですけども、ちょっともう少し違う作り方をした方がいいんじゃないかと、業種分散を考えて作ったポートフォリオ、しかもニーサ、非課税貯蓄のニーサで買えるように120万円の範囲というふうにして作ったのがこちらですね。武田薬品と三菱 KDDI と三井物産の4名柄に分散していますたった4銘柄なんですけども、これでもそれなりの分散投資効果っていうのは効いているわけですね。まず、同じ業種からは選んでいません。武田薬品は医薬品、三菱 UFJ はメガ銀行、KDDI は情報通信ですねで、三井物産が大手総合商社ということで、業種分散しています。 でまた、分散した方がいいのが、景気敏感株ばかりにならないように、景気敏感株と景気変動の影響をあまり受けにくいディフェンシブ株にも分散投資した方がいいということで、医薬品とか通信というのは、あまり景気の影響を受けないんで、武田薬品、KDDI はディフェンシブ株。 で三菱 UFJ はそんなに景気敏感度が強いわけではないんですけど、まあ、一応あの景気の影響も受けるので、まあ、一応景気敏感株で。三井物産は代表的な世界景気敏感株ですから、まあ、こういった形でディフェンシブ株と景気敏感株にも分けているということで、 1>, 1つのバスケットにすべての卵を入れるなっていうあの格言がありますけども、まあ、分散投資した方がいいよということで、ポートフォリオを組むとき、後輩とポートフォリオを組むとき、1つのセクターとか1つの銘柄に集中しないで、なるべく分散した方がいい。 120万円というポートフリオを組む時でもここに出ているような分散を組むっていうのが一つのやり方ですね。これあの投資顧問会社で例えば100億円で高配当利回りファンドって作る時も基本的な考え方は一緒です。これと同じような考え方で、まあ、なるべく財務内容が良くてなるべく収益基盤が硬くて銘柄分散業種分散しながら予想配当利回りの高い銘柄を買っていくというのが 投資信託で組むときの考え方ですから、まあ、同じことなんで、例えば120万円でもこれをご自分で買われて長期保有するという形をすれば、まあ、それも投資信託の代わりとして一つやってみても面白いんではないかなというふうに思います。で最後にににでですねこのの他にも、まあ、ニーサで買い取り前高い銘柄に 貼っていく時どんな銘柄を買ったらいいか、どんなやり方をしたらいいかという考え方について、6月16日に私が著書で書いています、NISA で利回り5%を稼ぐ後輩当投資ずつという本を執筆していますので、ぜひこちらも参照していただければというふうに思います。ご清聴ありがとうございました。なお、今日のレポート内容を評価していただければ、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいいいいねボタンもお願たいいたししまますありがとうございました